夜光街の殻で作られた火薬入れ。1750年頃のもの。真珠層、別名真珠母は、ある種の軟体動物が、外套膜から分泌する、炭酸カルシウム主成分の光沢物質。貝殻の内側についており、無機質という機質の複合物質である。真珠の外側のコーティングを作り上げる物質で、強く、 弾力性があり、干渉島により、構造色となっている場合が多い。真珠層は、すべての軟体動物にあるわけではなく、二枚貝綱、複足砂等足砂などのうち特定の古い系統に限られる。その他の大多数の軟体動物の内角層は、直筆になっており、真珠層は持たない。ただし、真珠層を持たない種類の貝にも、殻の内側に、 虹色の層を持つものがある。アコヤガイやカワシンジュガイの貝殻の内層は、真珠層である。その他、海洋服足類の耳飼いか、ニシキウズガイか、リュウテンサザエかも真珠層を持つ。真珠層は、炭酸カルシウムなどの微結晶が有機物で、接着されたものである。真珠層の主成分は、炭酸カルシウムであり、その結晶構造は、荒れ石に近い。 ただしアラレイ氏が射方象形結晶であるのに対し、真珠層は95%がギロッポ象形を中心とした多角形、または円形断面を持つ幅5から20マイクロメートル、厚さ0.3から1.5マイクロメートルの微結晶の集合体であり、微結晶の間は、基賃室などの断生性,性対抗分子が接着剤の役割を果たしており、複合材料と見ることができる。 また、タンパク質も2%ほど含まれており、コンキオリンやナクレインなどであることが知られている。様々な大きさの結晶と生体構分子との複合構造により、本来であれば脆い炭酸カルシウムの結晶であるにも、かかわらず、真樹層は、ヤング率約70ギガパスカルという強靭な材料となっており、ひび割れもしにくい。この強靭さは、 大きさが統一した微結晶では得られない。構成元素としてはカルシウムの他にストロンチウム、ケイ素、マグネシウムが極微量を含まれる。オウムガイの殻の内側には虹色の真珠層がある。真珠層は構造色、すなわち虹色のように徐々に変わる色をしている。これは荒れ石の微結晶の厚さが光の波長に近いため、 光の干渉が起こっているためである。真珠層のもとは軟体動物の該当膜を構成する上皮細胞から分泌される。これが貝殻の内側に堆積して真珠層となる。真珠層の役割は貝殻の内面を滑らかにすることで軟体動物の柔らかい表皮と貝殻との間に 隙間ができないようにし、寄生虫や異物が挟まることがないようにすることである。これは、包みの形成と呼ばれている。工芸用などの目的で、真珠層を利用する上で、代表的な資源を挙げると、まずは、ウグイスイ科の真珠貝類であり、アジアを中心とする温帯及び、熱帯の海に生息する。さらに、石街上下の石貝科、川真珠貝科といった。 炭水産二枚貝類の一部は別名炭水真珠貝とも呼ばれており、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジアなどの川に住む。アワビはカリフォルニア、日本、アフリカ南部などの太平洋、インド洋に生息する。また、特に20世紀に貝ボタンの素材として広く、利用された夜工貝も上げなければならないだろう。一方、アサリやホタテ貝も異物が、 体内に入ると炭酸カルシウムで包んで球状にする性質を持つが真珠層は持たずできる玉は真珠様物質に過ぎないイスタンブールのトップカップ宮殿にある真珠層を持つ貝のはめ込み細工真珠層には黒っぽいものと白っぽいものとがあり共に建築物によく使われる真珠層の上に様々な着色が施されることもある 適当な形に切り取られて、陶器や大理石の上にタイルとして貼られることもある。2ト、mm、ルほどの厚さに削って積層し、モザイク模様が作り出されることもある。表面にラッカーを塗って保護あるいは艶出しされることもある。真珠層が貼られたトルコの靴。真珠層を持つ貝は、ボタンの材料としてよく使われる。真珠のボタンと呼ばれることもある。 また、多くの真珠層で飾られた服は、パーリーキングと呼ばれ、祝祭などで着用される。時計、ナイフ、拳銃、宝石などの飾りに使われることもある。サクソフォンのキーには、真珠層を持つ貝がはめ込まれていることが多い。写真左の白く丸い部分。真珠層が使われた楽器も多い。アコーディオンやコンサーティーナの表面は、真珠層で飾られている。 サクソフォン、ファゴット、トランペット、バイオリン、バンジョー、ギター、フルゴトなどにもよく使われる。サクソフォンなどのキーの指で押さえるところは、真珠層が埋め込まれていることが多い。ただし最近では、セルロイドなどの合成材料が使われることも多い。AB 加藤2007、P37 炭酸塩アトラス炭酸塩鉱物、AB。 ブルーエット・エトール、ナノスケール・モルホロジーインデンタチオン、オブ・インディビジュアル・メーカー・タブレッツ・フロム・ザ・ガストラ・ポッド、マリスク・トロカス・ナイロタクス・カ実棒はアコヤ・貝殻、真珠層のタンパク質の解析加藤2007、P42 アコヤ貝真珠層の個体13、CNMR 測定 NED を海外レポート、強い人工骨を作る、海の秘密、 亀岡慶真珠の色の秘密加藤2007ピアニッシモ3637佐藤武弘あさりの真珠ありがとうございます